これが無事に終わったら、その時には。気にするな、何でもない。私としたことが喋りすぎたらしい。この気配は。気をつけろ、キリュウ。奴の気配は消えていない。おそらく出直すつもりだろうな。多分な。油断するなよ、キリ。キリュウ、あまり私に近づくな。霊気にやられるぞ。お前は自分の役目だけ考えていればいい。戦いは私が引き受ける。現れたか。聖女。分かっている。断る。私は過去の私と決着をつけたいだけだ。あの忌まわしい事件の記憶を拭うために。
けるな。誰がその運命を決めるというのだ。桐生か。どうした、キリュ？どけ、キリュ。ここは私が。卑怯な。そんなことできるか。大丈夫ですか？兄を、怪物を結界の中へ。そしたら、私が。
丈夫です。気を失っているだけみたいです。私は今まで聖者のことを憎んでいた。他にもやりようがあったはずだ。この男が別の方法を選んでいたら。しかしいざ自分があの怪物と対峙してみれば、聖者が選んだ行動と同じ方法論でしか私は動けなかった。考えてみれば、何もお前が人質にされなくても、すでに聖者が奴の手に落ちていたんだ。あの怪物なら、たとえお前がいなくても、同じ方法を取ったことだろう。その時、私が聖者を生かす方法を見つけられたとは思えない。私はこのことを前に礼を言うべきなのかもしれない。私一人では自分の感情に振り回されて、冷静さを欠き、まともに戦うことすらできなかっただろう。私はもう少しここにいる。二人で先に行っててくれ。謝らなきゃいけないな。私はあの人に似ているお前を一方的に嫌っていたが、それはお前を見ていると昔の自分が、弱かった何もできなかった自分が思い出されて仕方なかったからだ。ありがとう。へえ、そんな大変なことがあったんだ。しかしエリザ先生もやるわね。怒るなって。で、あれ、ひかりさんじゃない？涼しなか、驚かすなよ。脅かすなって、ただ肩を叩いただけだよ。あれ？ヘッドホンしてるなんて珍しいね。これはその、あれだ。
バカ、やめろ。やっぱりそういうことか。ひかりさん、このテープ、ゆうきちゃんから借りて。そうだな。